ネイイサオ原子力発電所原子力発電所、中国語、イサオカク、タン、ネイイサオカク電タンは、中華人民共和国福立省、ネイ徳市福家内市新商人、ソナエワン村にある原子力発電所。計画では、CBR-1000 型炉6基建設する予定である。1号機は2013年4月18日に運転を開始した。 ネイトク原発の計画は2007年の国家発展改革委員会で承認された。計画は中国広角集団系の関東各電、投資有限講師が51%を出資し、大東国際発電、福建消出担工業も資本参加して行われた。計画投資額は520億人民元で、第一期の費用を賄う予定である。 第2期の2期も含めると合計700億人民元に上ると考えられる。第1期の4期は1年で300億キロワットを発電し、キロワット時あたり0.37人民元の発電価格になる予定である。ネイトクは中国の国内原子力産業の開発の一歩となる。広角集団の総経理の超全面は二千九年に、我々は、令和の第二期のント。 クレナイソイガーの70%、ネイトクの80%、ヨーゴーの90%を建設したと述べている。発電所の敷地の準備は2007年までに行われ、コンクリートの流し込みは2008年2月に始まった。2号機は9ヶ月後に始まり、核原子炉の建設には58ヶ月かかると見込まれている。ネイトク1号機は2012年12月28日に、 送電網に接続し、2013年4月18日に商業運転を開始した。ありがとうございます。